ということで2日目に入りました。朝の3時まで作業してちょっと寝て仕事行ってで今帰ってきてまた作業っていう形なんで、ただまあ全然疲れてはいないですね。ちょっと顔には出てるかもしれないですけど、早速やっていきたいと思います。で今日追加の品があってこれ、今回軽量化のためにリアを XTR マウンテンバイクグレードのローターに変更したいと思います。今まで160のデュラがついてたんですけど、今回は XTR で径もちっちゃくして軽量化したいと思います。では作業したいと思います。よし、ついちゃったら終わりだから、ロード用のジラ S、 こっちがマウンテンバイク用の XTR、 最高グレードのものになるんですけど、見てください、ローター系今回ちっちゃくしてます。で XTR の方にもしっかりここにフィンがついていて冷却品ですね、まあ、ロード用よりはフィンはちっちゃいんですけど、まあ、こう見るとやっぱロードは冷却に特化したローターだなっていう感じですね。マウンテンバイクはちょっと控えめかなっていう印象ですね。パッド交換、ここね、ブリーディングした時にちょっと油がこの中に入ってるかもしれないんで、直接じゃなくてパーツクリーナー含ませた、キッチンペーパーで、綿棒とかあると綿棒の方がやりやすいかなと思うんですけど、いよいよホイールをつけましょう。こっちは 160mm の高さに合わせてます。よし、ローターインター出します。左が前か、左が前だからやりやすい。次はリアのセンター出し。はい、バッチリ。バッチリ。
レーキ役だった。張りが弱い。張りが弱い。リレーラーシマノクランクシマノチェーンリングリレーラーで、スプロケットとチェーンはスラム、ライバルグレードのチェーンとスプロケット使っています。まあ本当にミックスですね。シマノで全部統一してもいいんですけど、まあそこはちょっともったいないので使い回しました。機能しますので大丈夫そうですね。ボルト類をしっかりトルクレンチで、締めていきたいと思います。そしたらシートポストをつけます。こっちの方はカーボングリスの方を、ペダルから締めますか。よし、見てる？スパカズのオイルスリップ。まあ今愛用しているブルックスのカンビウム、こちらを再利用、まあもう3回目なんですけど、再利用していきたいと思います。Put a pen on my desk. Slip the noose around my neck. As I wait for the muse to come, but I can't seem to hear any humming in my head.